大家好，我是 Tim， 我们今天继续来玩破晓传奇。好，那个我们前一个部分，我们来到这个天之蝎，然后呢，我们在里面探索，目前还没搞清楚。那我有在小小的探索了一下，那目前剩这个门还没进去，那我也不知道到后面有什么，说不定只是继续过解谜啊。那我有回去传送回去，然后做了一些武器啊，大概就这样了。好，然后还是要来看一下这个粒子特效嘛，真的是不错啊，难想象日本厂商现在的画面也可以这么好啊。好，我们就继续进行故事吧。啊，果然这边是继续探索哈。やるしかない。竟然是多哈林的。两个是远古龙魔吗？牛头马面。
技か野菜くずも細かくして調味料と混ぜればまた節約の話か。我刚看了一下我的分数，竟然减了四分，打得太惨烈了。回 CP 的东西，击败点哦，回击败点回 CP。哇，想不到他这边。还挺大的。容赦しないわよ。
うまい酒が飲めそうだ。靠，刚才跳不上去。快没 CP 啦！全力でいくぞ。わかったぞ、マイ。あがくがいい。全没 CP 了，不要再给，不要再出怪了，真的不行，不然要吃软糖。看这边还啊，这边还两只，算软糖吃一下吧。まとめて片付ける。ほわ！成功！拡大兵器！まとめて片付ける。ザンザンに大人！
これはいい武器の素材になるぞ。哇，我刚补到200多 CP， 打完剩40几了。天哪！好了，看来应该要打完了。全体の力の流れの要。あれ、ズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。の産物なのか。何やら生き物だか知らねえや。おとなしく仕上がるってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているかもわからん。分かってるって。そんなにはするだよ。この変化に極み吸収すると氷になって、そこだ。進む。止められたか。リンクス切り詰め。リンクス待ってろ。倒れろ。そこどう。万物トラブルだけ準備完了。しびれろ。切り締まる。熱血戦。切り締まる。光を振られて。うん、不然先打本体。光を振られて。熱血戦。光を振らない。振らないよ。見てなさい。いいの。
なんだ？リベル、お前泣いてるのか。あんただって聞こえた。私にも聞こえた。
私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。何だったんだ、今は。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたの、その声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている、ビエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろう。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かね、リンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしも、もしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さあ早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。お、あれが成就。グネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。あ、そ、あ、そっか。あ、なら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？好像拿了个成就。阻止侵略。啊，不过刚那种植物类型的魔怪的 BOSS， 我觉得是打起来最无聊的一种，但是也代表是好打了。さっきお前なんか言いかけなかったか。え、ああ、うん。別に話したくなきゃいいけどよ。うん。あのね。お。ごめん。やっぱりいい。なんだよ。はっきりしねえな。ふわ。ラララララララ、分かったって聞かねえよ。ダメ、ウルル。ごめん。まだうまく言えない。いや別に構わないけどさ、あんまし抱え込みすぎんなよ。うん、ありがとう。うん、看一下可不可以传送到船屋那边。不让我传呢，我靠，那看来后面还有剧情。好，我要再打一些，那这些东西要再重打。あの子と致命傷になりかねない。それを切るのが私の役目だ。我好难得。
お互い様だろ。なんだ、あの気を直すわ。気を引き締めろ。そこまでだ。決めてやれ。どこだ。次、アウト。真空投影線。うまい。熱風戦。また何か見えるわよ。切り締まる。ヘルト倒れろ。全力でいけそうだ。直したな。気をつけて、やれるぜ。拳を温めとくぜ。リンメル、こっち。ハンガー。やったね。リンメルのおかげだ。許せがないぞ。私の手が必要か。切り締まる。燃やしつつ。着煙炉。炎よ。炎よ。マッコメ。炎が超。水を。まとめて反撃する。投げ払う。しらめて。ハートに感じる。炎よ。マッコメ。熱血。切り締まる。リメル。確実についてる。なんか、没CP了。機嫌いいな。影を見誤った。穿过去了，爽哎！啊，那两只我真的不想打。不行，穿不过去了。
さあ行くぞ。逃がさない。立たせ。ルーナトラクター。止める。いきなり役は。ありがとう、キヨ。もう無理はできない。ああ、気をつける。止められたか。手当てしないと危険ね。
レネギスへの光は止まったようだな。ひとまず破滅は回避できたってとこか。でもまだかすかに力を感じる。完全には死んでないみたい。わかるのかリンメル、なんだか前より感覚が鋭くなっていないか。あの声を聞いたからとか。そうなのかな。でも悪い気分じゃないよ。完全に死んではいないか。これ以上は破壊し尽くすしかなさそうだな。城一つ解体するようなもんだぜそいつは。でもそれじゃこの後はどうするの？レネギスに行こう。くさびを止めて破滅を逃れたと言っても所詮一時しのぎでしかない。レナにダナを諦めるつもりはない。あれがその証拠だ。それにレナス・アルマのこともある。何かが進行している状況に変わりはない。だけど、どうやってあそこに行くの？レナの星船はどうだ？どこかに使えそうなのはないのか？星船はスルドグリガの開始と終わりにしか使われないし、通常はレネギス側にある。君たちが思うほど我々は自由に行き来しているわけではないのだ。それじゃお手上げじゃねえか。ダナにはそんなものを作る技術はないし、レナ人の協力があったって今からじゃいつになるか。うん、レネギスから降りてくるのを待ってる方がまだ可能性がありそう。アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。おいおい、まさか300年前の話だろ。だが、アルフェンが目覚めたのはほんの数年前のことだ。なら少なくともその時までは動いていたはずだ。うん、君はどこに降りたのだったかな。そのあたりの記憶はあやふやなんだ。ただ気がついた時にはカラグリアにいた。だから他の寮ということはないと思う。幸いカラグリアは古巣だ。ステを頼ろう。いよいよなのだな。ああ、レネギスがあそこにある限り避けては通れない。カラグリアのツテって誰のこと？ネアスだ。彼なら何か知ってるかもしれない。まずは船で陸に戻ろう。啊，看来我们终于要到游戏最后一章了，要前往雷涅基斯。
不晓得他设定上会不会说上了之后上去之后就不能再快速传送回来。如果是这样的话，可能这一趴我就得先就确定找到飞船要飞上去前，我就可能得要强制结束，因为我就这边的一些支线还是蛮值得解的。まずはウルベゼクに向かいたい。君たちの出発点か。俺の親父のさ。大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに。いえ、そうね。ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと。私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人には分からない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か。そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし魔法使いでもない。王でも巫女でもスルドでもない。ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル。キサラ、さてそろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。うん、私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。疲れたねフルル。そいつ大体隠れてるじゃねえか。フルル。哇，他这个关子要卖到什么时候？我的天！シオン、いよいよ変だよ。ああ。
ひどく思い詰めているようだ。ねえ、やっぱりアルフィンに行った方が良くないかな。私もそれは考えた。だが、何に悩んでいるのであれ、一番知られたくないのかもしれない。もしシオンが隠したいと思っているなら、それを私たちから伝えるわけにはいかない。うん。言えない。言えるはずがない。私はどうしたらいいの？哦，好，可以直接传送。カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気が随分変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが…ロー、うん、ロー、どうした？いや、なんていうか、ちょっとさ、出奔したことをまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。なあ、そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。哦，罗罗很尴尬，但是我更尴尬，我已经没有 CP 了，我打得好想哭啊，我赶快休息。生鱼片解锁一个技能牌。烧烤兔耳猪。学到好，嗯，也没有生鱼片。腹だけでなく心も満たす絶品の完成だ。补品买了快没钱了。備えあればというが、お金の備え。哦，我可以做这个嘞。哇，
手が。まったく次から次へと、みんな少しは自分の頭ってもの。ネアス。なんだ、こっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい、何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。分かったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとうネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。が言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。どうなんだ。ああ。
よし。わかった。看一下录多久。啊，还好，今天还蛮。リンウェル、フルルの元気がないようだけど、大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ。それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははーん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか、不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。フルー、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。プルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。おー、キュオハリム、惹かれています。到底在哪里？好啊，在这。さ、目的地に着いたわよ。要不要去挑战一下这个巨型螳螂呢？打看看好了。说我记得它好像四十几等，差十等，不知道会不会。算了，之后再打吧。我孬了。随分と熱いな。フルルは隠れてて。みんな、まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。场景还做的还是不错。雰囲気が変わった。油断するな。ジオーネ廃坑道か、久
しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。突然那么温柔，不习惯了。ここがベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。接到
速计换一下，不然打用的好腻啊。肥料にされるのは勘弁願いたい。有幽默感。お願い。私が止めるよ。こういう連合さ。払う。壁を取り払うよ。はい。当たれ。次。炎よ。こう飛ばれるとやりきった。今だよ。リーベル。こっち。ハンマー。やったね。リーベルのおかげだ。こういうレンガさん、ジャンプ級超連覇、使用バッテリー。炎の力、さすがだな。お互い様だろ。私には思いもよらない技だわ。それはお互い様さ。相手にする敵は大変ね。顔ヒリヒリする。喉乾いた。ほら水筒、飲みすぎるなよ。ありがとう。シオンも飲むか。ああ容赦しないわよ。危ない。どんな魔獣だろう、止めてみせる。効果爆炎で脆い部位を狙っていこう。やっとだった。泣き払う。こういう連絡だ。泣き払う。またいつ。これで終わりだ。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。刚那个对话好像蛮有趣的，我竟然把它卡掉了，哎，太可惜了。リンウェルのおかげだ。
俺が防御を崩す。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。味方しよう。振りかかれ。さまじめよ。はい。見てなさい。人間に。交流連合体。鍵を。現地。貫け。交流連合体。現地。巻き込め。月というものは本当にあるようだな。火化好像没什么必要。容赦しないわよ。交流連携だ。丸まったら俺の出番だね。もろい部位を狙ってこう。おかげでまだ戦いそうだ。前線の頼むわ。ああ任せておけ。問題ないな。この武具興味深い構造だ。本当好きなんだね。
快要滑下来。この橋崩れないでしょうね。無論だ。確約はできない。どっちだよ。怖えよ。他连石头都可以活化，太扯了。本当に私たちは無理。タッチが相手だ。はい。で、キリカ、ミカズキの攻撃の精霊。交流連歌だ。受けろ、ストライク。交流連歌だ。ニューハイム。ショーハ。中央陣。ここだ。いや、次。ラリトリキリカ。ぶち抜いてやろうか。ぶち抜いてやろうか。交流連歌だ。我发现他们到这一章，他们的对话变了，整个就是感觉就是默契度跟感情也都比较好的感觉 的程度了。キルルが隠れてて、この相手は真ん中で。やらせない。これでこうやってやる。さあ、引き払う。こういう連携だ。もろい部位を狙っていこう。これで終わりだ。然后我一觉得他感情这样铺陈，確実についてる，就觉得他后面有鬼，肯定要搞事。哎，等一下，下面是他先上面。あいつ、なんか雰囲気が違うな。気をつけたまえ。落ちたら骨も残らん。冗談でも押すような真似はするんじゃないぞ。どう？俺は子供か。这种吐槽他们的对话。燃えろ！炎よ、巻き込め！こういう連携だ！殴られ！水の力で！どこだ？炎よ！こういう連歌だ。こういう連歌だ。全力で
でいけそうだ。効果爆発。逃さない。これ。はい。撃ち込む。いいぞ。今だ。やっと撃ち込む。こういう連合団。やらせか。このまたも。この技術。これ。こういう連合団。ありがとう。無理はしないで。シオンもだよ。切り開く。はあ。支援者。はい。ジベタをなめなさい。食べよう。ウーラトラクター。流星人。相変わらずの変わってないのか。前から良かったってことに。これで終わりだ。際どいところだったな。突破するぞ。はい。出ている。
打 boss 吗？奥尔芬的炎火炎伤害好像没什么用、啊。あのバカでかいの、あれがネアスの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うようにくさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に向かいでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。邪恶伊佛利特，やるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。逃げた連中を荒くしないな。何よ、怖いの？ちょっぴりな。お前は？私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。好像打不到他。ズーグルを呼び出した？やつを警戒して。片付けるわよ。あの突進、致命傷になりかねん。それを防ぐのが私の役目です。超エンダガン、様子を落下中。正面バラバラにしてやる。超エンダガン、ゆかにこのまま進む。止められたか。
いいぞ。ロンド旋風、これが肌に全然接客、ここから出せ。もったいない。艦長もう数着合わせてもらった。クッキー終わり、ずっと見るぞ。リオハイム、ジェネシック、これをオーラで釣り発射。ダメ、これだけの前に出させ、まとめて回復するわよ。もう遠慮だ。これはオーラだ。カートリッジハーフ、
だ負けたわけじゃない。ああ持ち直すぞ。戦えるよ。みんな、無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドラが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、
そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。哇，真难打。哎，有新技能呢，火焰炎之刃地面技。哦，这炎之刃技。为什么没有提升 overload？秘密的备份钥匙。この力で皆を守ろう。守られちゃおう。俺も。あの日の化け物、よりによって俺たちの当選もしなくたっていいのに。光の残りはどこにいるのかな。点でバラバラに飛んでったみたいだったけど。目的が何であれ、町の近くでないといいがな。あんなのが町を襲ったら大変なことになる。結局俺たちが何とかするしかないってか。あんなのがあと3匹もいるなんて頭が痛いぜ。暴れがいがあるって思わないんだ。よせよ、そこまで命知らずじゃねえって。それにやらなきゃならないことがあるのにバカやって死ぬわけにはいかないだろ。うん、そうだね、ごめん。好，再往前看一下，如果发现这只是起头，后面还有三只要打的话，这一趴就先结束。看一下前面有没有什么剧情交代。喂，あれじゃないか。嗯，你这边怎么会有个商人？太可疑了。
金槌の音っていいよな。越来越穷了，只剩两万块。アルフェン、何かまた思い出したのか。いや。だがこの星船には見覚えがある。間違いない。これに乗って俺はレニスを脱出したんだ。300年経ってもしっかり動くようだ。中を見てこよう。すごいな、本当に壊れてないなんて。怎么只有杜哈哈林一个人进去？我は確かに過去から来たんだな。私たちがいるよ、アルフェン。それに、あんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどと言うつもりはないが、お前は一人ではないぞ。ありがとう。動きそうですか？うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい？機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。あ、でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない？確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、孝子の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。わかった。等待星舟准备完毕，所以我们主线就到这边就告一段落了，然后要等这个，我们先扎个营好了，看扎营会不会触发东西。なんだか不思議な気分だよな。何が？だってよ、この戦いを始めた時、レネギスに行くなんて想像できたか？それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが、あなたと違って私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやデュオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている、楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか？私たちだってシオンやデュオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、
メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな。また黙ってやられるわけにはいかないし。うん。それと例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすればレナス・アルマもだ。レナス・アルマ、あれがあれば今度こそシオンは。シオン？ええ、そうね。队伍又解散。西勇，どこに行ったんだ？一人でハマれるなんて。想要自己开车，想要自己开飞船先跑，是不是？西勇，西勇，イバラ。これは、大丈夫か？今のイバラを巫女の力で抑えたように見えた。そんなことができたのか？そこをどいて。まさか一人で行くつもりなのか。黙って。なぜだ、どうして。黙ってって言ってるでしょ。嫌だ。本気よ。それでも嫌だ。もう一度だけ言うわ。どかないと撃つ。だったら死の子の言わずに撃て。私がボルラーンに斬られた時のこと覚えている？ああ、てっきり殺されたもんだと思った。あれが初めてじゃないわ。え？最初はまだ子供の頃、それ以来何度も。私は死ねないの。死ねない？不死身って意味か？そんな、まさか。本当だとして、なぜなんだ？なぜそんなことがありえるんだ？イバラよ、私であって私でない、私の一部。なぜかはわからないけど、それが私が死ぬのを許さないの。私が死ぬまで。死ぬまで死ねない。イバラが自由になるとき、
私は死ぬの。見たのよ。何もかも飲み込んでしまう暗闇だけが残る。避けようのない破滅の未来。ただの夢じゃないかって言いたげね。私もうまく説明できない。でも私にはわかるの。でもいや、だからこそレナス・アルマを使ってイバラを倒すんじゃなかったのか。中身を燃やしたら脆い器はどうなると思う？どちらにしても私は死ぬ。でも同じ死ぬならせめて茨を道連れにしてやろうと思った。これが私の本当の目的よ。それで同じレナ人を敵に回してまで俺たちと一緒に戦っていたのか。俺たちが生きるために戦っていた時、お前は死ぬために戦っていたんだ。そのはずだったのに。あなたたちと出会って私はいつの間にか死にたくなくなっていた。諦めることない。助かる方法を探せばいい。まだ時間はある。ダメなの。なぜ？破滅が私だけでなく本当は世界を覆うものだったから。うすうす感じてはいたわ。でも確信したのは赤い女が私から巫女の力を引き出したとき。自分が今までその力でイバラを抑えていたことを悟ったのよ。もうダメ。ベネギスからくさびが来たから。私の中でイバラが力を増すのを感じるから、遠からず抑えきれなくなる日が来る。そうなれば。茨が世界を覆うか。だから一人で行こうとしたのか。一人でレナス・アルマを手に入れて茨と差し違えるために。そんな、あんまりだよ。自分も他人もどうでもよかったはずなのに。エナもダナもどうでもよかったはずなのに。死ななきゃいけない。でも死にたくない。今になってこんな出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。シオン、アルペン、死ぬためにしか生きられない。奴隷みたいな生き方あってたまるか。俺は嫌だ。誰が何と言おうと認めない。絶対に抗うんだ。最後まで戦うんだよ。自分でもそう言ったじゃないか。滅ぶかもしれないのに。シオンはどうしたい。決めるのはシオンだ。だがたとえシオンが戦わなくても俺は、俺だけでも運命と戦う。いや、アルフェンだけじゃない。俺も戦うぜ。私だってやるよ。憎しみじゃない支えになりたい。
私も。お前が一人ではないと言った言葉が偽りでないことを証明しなければな。みんな、それにまるきり望みがないわけでもあるまい。え？シオンは300年前の巫女の末裔だ。もろもろを合わせて考えれば、一連の出来事と茨が関わりある可能性は高い。レネギスに行き、事態の真相を探ることは、茨の正体を暴くことにもつながるかもしれない。刺し違えずに茨を解く鍵が得られるかもしれないということか。可能性の話だ。だが王である君にも深く関わりあるはずだ。やるさ。故郷も何もかも失った。もう一度失う気はない。少しのリケットと罪を、笑うなら一緒に笑おう、泣くなら一緒に泣こう、みんなでだ、一人で泣く。違ったまま時は過ぎ、心に気がつかずに、僕は一人になった記憶の中で、ずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。少しだけ、それは愛が、もう少しだけ夢を見させてもらうことにするから。何より、私もあなたたちともっと一緒にいたいから。行きましょう、レネギスに。可以直接飞了吗？出发前夜啊，看一下时间。哇，觉得这期长度这样刚刚好，这些谈话我们就留到下一次好了。好，那所以那个西农说他预料到他可能预知到，感觉就是会死。所以他一直都很沉重，所以他也不跟任何人亲近嘛，因为他觉得就是亲近也没有意义嘛。但是我们这一路下来的历险啊，让他觉得好像还是人世间还是有值得留恋的，所以他应该是很矛盾，原本想死，后来又不想死。好，那这一段整个就是大家帮他其他同伴帮他加油打气。然后让他那个感动到哭的一个环节，我就觉得他这一代还是卖太多关子了。虽然他以前的风格就是这样子，就是大家就是隐约都会有一些问题，然后都是后面才发现，像深渊啊，然后新霄传奇的女主角啊。嗯，好像命运传奇好像没有这个问题哦。欸，没有，女主角好像也有问题。命运传奇2的那个女主角。交响曲的女主角。啊，仔细想想，她差不多是她的传统了。基本上每一代女主角都有问题。也不是说问题啦，就是她身后是有阴谋，或者是有一些可能被人家下诅咒，或是一些什么创世神灭世的一些暗装啊，或什么的。我没记错的话，应该是这样。好了，这一代的也是大，这代剧情的这样走向，也是他
这个系列的一个俗套了。那我也不评论什么了，因为反正这也不是每次 RPG 你也没有路线可以选，大家就当看一个动画来体验它的剧情就好了。好了，那我觉得我蛮意外的，就是这个飞船原来是我们直接就可以飞上去了。我还以为会说像有点像，我还以为会像《圣剑传说》一样，就是可能四大属性神兽打完，然后才上去。没想到打了个炎的就上去了，因为第二季的动画，我记得好像除了火炎的，还有一只比较像狼的，不知道是冰属性的那种，心灵力的这种巨兽。这方面蛮出乎我意料，因为他这样子，他如果要多设计那三只神兽的话，又可以骗大概五六个小时的游戏内容。这部分还出乎意料的还比较好一点，因为那样打其实有点无聊，因为也没有什么剧情。好了，那就差不多这一期的内容就这样吧，因为他还是在卖关子，还是没解释荆棘啊这些，甚至把沃鲁朗干掉的时候，他连最后提一句让你猜疑的话，或者是意味深长的一个遗言，通通都没有。好吧，那我们就也废话不多说了。那看来要知道后续还就得继续玩。好，那以上就是今天破晓传奇的内容了，那就感谢大家的收看。我们下次见，拜拜。